生駒劇場は、奈良県生駒郡生駒町にあった芸儀のための演舞場。生駒座、生駒演舞場、生駒歌劇場とも呼ばれた。1921年3月1日に演舞場として落成し、1930年頃からは映画館、演劇場として使用され、1935年頃まで存続した。現在の宝徳寺の場所付近にあった。 1914年に大木駒駅が開業してから、生駒山山腹の宝山寺までの山道沿いには、沖屋がおいおい立ち始めていた。1918年に、生駒工作鉄道が宝山寺駅まで通じると、沖屋は一挙に数を増した。1921年に、北生駒村が調整を施行して、生駒町となり、生駒芸議会社が結成されると、 芸技のための練習場が作られることになった。ちょうど、大阪の新町演舞場の建て替えが計画されており、その古い建物をこの山道沿いに移築することになった。生駒劇場は1921年3月1日に、落景式を挙行した。1921年には、浅草オペラの根岸歌劇団にいた茨高氏、イバタカシ、サ内山総重ローラが、 イコマ歌劇団を結成した。翻訳物の焼き直しの明け暮れに飽きたらず思っていた仲間を引き連れてイコマにやってきたのである。8月の第1回公演ではイルカ物語、アーティストライフ、ナポレオンと仕立て屋、下手や新浦島物語の意欲的な自前の新作が発表され、9月にはイルカ物語、嘘の川、クリスピノに加え舞踊が演じられた。 宝塚歌劇団の向こうを張って、生駒歌劇技芸学校を創設、更新の要請も図ろうとしていたのだが、週末しか客が入らないという財政上の理由から、10月の第3回、アイーダ公演は、京都の劇場で行われることになり、それが、解散公演となった。1929年には、宝山寺駅から、さらに山上までケーブルが延長され、 生コマ山城遊園地が開園した。1930年、より山陸に近い場所に、生コマ舞踏場と芸妓の診療所が作られたことで、生コマ劇場は演舞場という本来の役割を失った。映画館や演劇場となり、1935年頃に閉鎖された。戦後まで存続して映画を上映していたとされることもある。カブレン城が映画館や、 演劇場に転換したい駒劇場とは別に、戦後には映画館の生駒劇場も存在した。映画便乱ンン1960によると、生駒劇場の経営者は沢村義彦であり、木造を2階建て、定員350の映画館だった。ありがとうございます。